ドルンブルクはドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占行政管区のリムブルクイコールバイル軍に属す町村である。この町はベスターバルト内に位置している。ドルンブルクは西と北をベスターバルト軍に接している。残りはこの町と同じリムブルクイコールバイル軍の市町村である。町域の面積は3321ヘクタールである。 このうち979ヘクタールが森林で、さらにそのうち922ヘクタールを町が所有している。自治体ドルンブルクは以下の5つの地区からなる。人口は2019年12月31日、現在の数値である。1971年の合併後にこの町が名乗っている。ドルンブルクとはラテーヌ時代の環状土類施設が残る。 高さ約396メートルの山である。環状土塁の中には、ケルト人の都市風の集落があった。ブラジウスベルクには、ケルト人の祭祀場があった。あとに、ここに建設されたキリスト教の礼拝堂は、1734年まで、周辺の11の村の教区教会として、利用されていた。現在この町を形成している5つの村落の、成立は、 その一部は1200年以上前に遡る。ビルゼンロートとランゲンデルンバフ派は879年にゲプハルとイムラーンガウがその所要をゲミュンデンの聖ゼベルス三次会に寄進した際の文書に記述されている。ドルンドルフの最初の記録は772年になされた。フリック方ンの建設は802年から812年の間であった。 1636年にペストで村が荒廃した。ドルンドルフで生き残ったのはわずか1家族だけであった。自治体ドルンブルクは、ヘッセン州の地域再編に伴い1971年2月1日に、それまでリムブルク軍の独立した町村であったフリックホーフェン、ドルンドルフ、ビルゼンドートが自由意思に基づき合併して成立した。行政機関は、 フリック法編に置かれた1974年7月1日に発行した州法によりランゲンデルンバッハがこれに加わった。かつて独立していた拡張村は、ヘッセン州自治体法に基づき、地区議会と地区長を要するうるツ別力となっている。統計調査、ゼンサス2011によれば、 その調査日である2011年5月9日時点で、ドルンブルクには8519人が住んでいた。このうち外国人は626人で、EU 県内が175人、その他のヨーロッパ県が380人、その他の国が71人であった。個数は3505個であった。このうち981個が単身世帯1067個が子供のいない、 ペアの世帯1174個が子供のいるペアの世帯243個が成人した子供が親と同居している世帯40個がルームシェアであった1257人が福音主義信者5711人がカトリック信者であったドルンブルクの長議会は31議席で構成される調整委員会は町長々と10人の委員で構成されている 2009年2月1日の選挙で、アンドレアス・ヘフナーは68.9%の票を獲得して、1997年から町長を務めていたディーター・ヒルベルトに勝利した。この選挙の投票率は62.4%であった。ヘフナーは2009年8月1日に町長に就任した。ブラジウス礼拝堂タールハイムの博物館、 ビルゼンロート地区とタールハイム地区にはそれぞれ村の博物館がある。両館は地元の歴史や地区に残るベスターバルトの民族文化に関する情報を提供している。ビルゼンロートの博物館ではさらにこの集落における玄武岩採掘についても紹介している。エビーゲアイスの高校2010年6月30日現在2737人の住民が 社会保険支払い義務のある就労者でこの町に住んでいる。このうち2139人は町外で働いている。ドルンブルク町内で1411人が働いており、このうち813人が町外からこの町に通っている。2019年12月31日現在、住民の56.6%が製造業に従事しており、 タワ商業及び交通業が17.5%である。ビルゼンロート駅、ミッテルプンクトシューレ・セーブラジウス・ドルンブルクには、以下の地区に、基礎家庭学校がある、ドルンドルフ、ランゲンデルンバッハ、タールハイム、ビルゼンロート。フリック方面には、基礎家庭、本家庭、実家学校部門を有するミッテルプンクトシューレ、セーブラジウスがある。ありがとうございます。